船入り橋は、広島県広島市の旧大田川に架かる道路橋。広島市道、吉島観音線筋の橋として1970年3月、竣工航路確保のため一部桁高が低くなっている。上流に、旧国道二号筋の住吉橋。下流に、広島市道下住交互線の吉島橋がある。東詰南側に、広島刑務所。 さらに東へ道沿いに進み南大橋を渡ると、広島赤十字、原爆病院へたどり着く。西には、広島市立船入高等学校があり、道沿いに進むと、広島市道横川エヴ線と広島電鉄エヴ線との交点となり、最寄りの駅は、船入川口町停留場となる。さらに西に行くと、南、観音橋にたどり着く。春光前は、 上流の住吉橋まで番線が入り、瀬戸内海の離島へ物資を輸送していた。船入地区には、木材会社が集まり、水運を利用して木材が輸送された。一方で、船入り、江場と吉島を結ぶ橋はなく、住吉橋まで迂回する必要があったことから、地元住民が橋の建設運動を行い、 1966年9月から3億4500万円を投じて建設が進められた。橋は1970年3月に竣工し、関係者1000人を集めて、開通式が行われた。橋竣工後も1975年頃までは、万千の行き来が続いた。広島橋物語第七部船入り橋、木材輸送次第に陸運へ、陸上、 中国新聞2005年12月16日付有刊1面。四国五郎、広島百強信用舎出版。広島県民文庫広島探検総書ナンバーワン。1975年91ページ。船入りを発出できる、広島2号線の交通量緩和に役立つ。中国新聞昭和45年3月30日付長官8面。 新広島市昭和の残像六番線島々と町の生活結ぶ中国新聞2001年8月13日付勇敢一面ありがとうございます